皆さんこんにちは、にへいです。今日はこの物件をご紹介しに行きます。それでは行ってみましょう。はい、早速室内に入ってきました。ロフト付きワンルームですね。でここにクローゼットがあって、まあ、ちょっとした一部屋になってるという感じです。で玄関がここにあり、ここにソファーがあります。はい、で珍しくこの玄関脇にですね、こういう収納とかがあるので、すごく便利だと思います。で、まあ、台湾あるあるですけど、ああいう、 もう天井に近いところにも届かないようなところまで収納があるので、普段使わないものとかもこちらに入れていただければいいのかなと思います。ソファーの上があって、ここにテレビがあります。これ新しいやつで、インターネットとかにつながって、 Netflix とか YouTube とか見れるやつです。ちょっと収納のクローゼットの方に入っていきます。すごい広めの空間なのが伝わるかと思います。ここにこう直接お洋服をかけていただいて、まあ、ここにちょっとした化粧台みたいなのがあります。こういう移動式の鏡とかがあって、で実はですね、ここも鏡ですし、ここもここも鏡なんですよね。なので至る所に鏡があります。まあ、きっとこれは大家さんのご趣味だったりとか、あとは風水的な意味があってつけてるんだと思います。ここも鏡ですから、でそこも鏡です。鏡だらけですね、このうちね。ここがキッチンです。ちっちゃなシンクがあって、こっちが浄水器です。でこれ台湾あるあるの、食器乾燥機です。ただこれほとんど使わないと思います。電気コンロがついています。IH と電気コンロって別なんですけど、こういう単身向けで築15年以上のものは基本的に電気コンロだと思った方がいいです。今日本ってほとんど新しいお家って IH で、まあ、性能がいいのついてるんですけど、日本流こう古いタイプの電気コンロが台湾にはついてることが多いです。でここ開けてみましょう。もうチャンネルたくさんいただいてる方はご存知かもしれませんが、このようにダクトは外につながってないです。でこの前に住んでた方は日本人の単身の方でした。なのであまりお料理もされなかったみたいで、特段問題はありませんでしたということです。ただ料理が好きな方はやっぱり換気扇がついていた方がいいのかなとは思いますが、台湾で単身向けで換気扇がついている物件を見つけるのはすごい難しいのが現状です。ここに乾燥洗濯機があります。乾燥機能もついてます。おおむねだいたい LG です。で LG は僕は結構台湾ではいいなと思ってて、何がいいかっていうと修理対応が早いです。 LG さんは故障しても大体2日ぐらいのうちに修理の人がやってくれるので、まあまあいいかなと思います。冷蔵庫があって、電子レンジがあるというところですね。これなんかはすごく素晴らしいなので便利です。これ日本語なんていうの僕も忘れちゃったんですけど、電気鍋そこらって入れてコンセント入れて湯沸かす。だからインスタントラーメンとかお鍋とかを作るときにすごく重宝します。ちなみにこれ前の入居者の方が置いていったものです。今日こちらですね、このテーブルが上げ下げができます。台湾の大家さんって収納が大好きなので、この下全部収納になってます。例えばここだったらと引き出しになってますし、ここも引き出しなんですね。でここも全部開くようになってます。今上げて使ってましたけど、こういうふうに下げてフラットにして使うこともあります。でここ何よりいいのはですね、この眺望なんですよね。民間市場駅から徒歩4分ぐらいの場所にある物件で、ちょうど目の前を遮る建物がないので眺望がすごくいいんですよ。目の前に見えるのが陽明山っていう、お山、あそこに丸山ホテルっていう有名なホテルもありますし、ここはね場所はすごくいいですし、住みやすさもいいです。ここは本当におすすめです。ウォシュレットついてます。日本人の人はやっぱりウォシュレット好きが嬉しいですよね。こういうふうにウォシュレットついてて、でこっち側にタワーがあります。で、まあこんな感じですね。ちょっと高さがないのであれですけど、でここはですね、水の勢いがちょっと弱い、水量がちょっと弱いっていうのは前住んでた方がおっしゃってました。ロフトなのでロフトこうやって上がっていただいて、ダブルサイズのベッドがあります。ここは立てます。でここも僕が172なんですけど、まあ、僕が成人男性が多分こうやってこうやっても、まあ高さがあるので
いいのかなと思います。普通のロフトよりこの高さがある分使いやすさはいいと思います。ただここ降りる時のこの高さがあるので、まあ、ロフトはですね、全般的にお酒飲む方とか、まあ、足腰が悪い方は僕が基本的に紹介しないようにしています。ここにまた収納があります。ここ大家さんがですね、女性の方なんですよね。女性の主婦の方なので、こうなんていうんだろう、使い勝手は全般的にいいなと、いろんなところにこう行き届いてるなっていうのがあります。これエアコンがあって、ここが通風口です。ここがですね、日立か大金のエアコンが入っているので、暖房もついてます。今もすごい涼しいですね。効果はいいです。ここは家賃が3万1000元の管理費込み税抜きです。僕はこの立地で3万1000元だったらすごくお買い得な物件だと思います。広いですし、収納もあるし、駅に近いですし、まあ、唯一欠点を挙げるとすれば、この水量が弱いっていうところと、屋上にプールがあるんですけど、その屋上のプールはほとんど使えないですね。まあ、理由がいくつかあって、前のお客さんも2年ぐらい住んでらっしゃったんですけど、ほとんど使えなかったっていうふうにおっしゃってます。ぜひ最後このビューを見て、これがですね、いいんですよね。本当に日本人にはピンとこないかもしれないんですけど、こう風水的にこの場所が良くて、でこっち向きがあっち北なんですけど、この台北の位置とこの北向きのこの物件って、台湾人から言わせると風水的にベストなんですよね。金運と健康運が良くなるっていう風に言われている物件です。本日は以上です。ご質問とかご不明であれば、いつでもメールにてご連絡ください。今日撮影してくれたのは、僕の久米不動産の台湾部門の責任者の黄色い字って書いて黄色ファンさんです。ありがとうございました。はい、谢谢。